ネオジオポケットネオジオポケットカラーネオジオポケットカラーとは過去に SNK が発売していた携帯型ゲーム機である。略機は NGPC。ネオジオポケットの上位機種。なお、小型廉価機であるニューネオジオポケットカラーに関しても本校で述べる。ネオジオポケットカラーはモノクロ8階調だったネオジオポケットの画面表示をカラー化したものである。 これに伴いコントラスト調整ダイヤルが廃止された。その他の要素についてはほとんど変化していないが、使用電池が単4から単3になり、液晶画面上部に A 分表記と赤いカラーのロゴが入り、A よび B ボタンの収まるパネル部にへこみが設けられている、背面中央部が凹んでいるなどの微細な違いは見られる。ネオジオポケット用ソフトは本機でも動作させることができるが、 ネオジオポケットカラー用ソフトとは違いカラー表示はできない。ただし内蔵ソフトにモノクロ対応ソフトの表示色の設定が追加されており疑似カラーを割り当てることができる。ネオジオポケットカラーの t f t 液晶は同時期のカラー形態ゲーム機の中では最も見やすく表現力が高かった。ネオジオ CD およびネオジオポケットで採用されている。 左親指で操作するレバーを踏襲している。後に有志により、電池蓋の 3D プリンター用データが公開された。2020年4月、Nintendo Switch で、ネオジオポケットカラーセレクションと題し、ネオジオポケットカラーのゲームタイトルの配信が始まった。第1弾は、SNK ギャルズファイターズ。基本は、ネオジオポケットと同様で、異なるのは、色数と電源。 連続動作時間、サイズ、重量程度。ニューネオジオポケットカラーニューネオジオポケットカラーとは、SNK が1999年10月21日に発売した携帯型ゲーム機。略称は、NNGPC。ネオジオポケットカラーの小型、廉価版である。生産、修理サポートは終了している。基本的にモノクロ版の周辺機器はそのまま使用可能。 ローンチタイトルは、キング・オブ・ファイターズ r ・ r マイナスに、ベースボール・スターズ・カラーなど8タイトル。発売期間は2001年までの約3年半であり、同時期に展開されていたとメーカーの、携帯型ゲーム機と比較すると短命に終わった。ありがとうございます。